ラッタンツヨオケレナは、イタリアの画家である。現在のロンバルディア州ベルガモ県のクルゾーネに生まれた。母方の祖父から美術を学び、ベルガモの名家、ファンツァーゴ家の奨学金を得て、ベローナのサベリオダ・タ・ローザが校長を務める美術学校で学んだ。その後、ベネツィア移り、ベネツィア美術アカデミーで、フランチェスコ・マジョットに学んだ。ベネツィアでは、 サンマルコ寺院の入り口のルネッタのモザイク画のデザインや、サンジョッペ教会の壁画などの制作をした。しばらくベルガモに戻った後、トリノで過ごし、その後ロンバルディアのブレシアに移り、ブレシアでの活動を続けることになった。18世紀のベネツィア絵画の伝統に従い、新古典主義の画家にも影響を受けたスタイルで、宗教画や肖像画を描いた。スキルパーリオのサンタントニオ教会の壁画や、 クルゾーネのサン・ルイジ教会の装飾画などが代表作とされる。ベネツィアで死去した。息子のルイジ・ケレナは風景画家になり、娘の一人は画家アントニオロッタと結婚した。ありがとうございます。